はい、バグ長いがみクッション天秤です。まず特徴としてはクッション付きの二股天秤で、サルカンが4つあることで餌の回転がしても糸がよれにくくなってます。全て回ります。で、針のできるだけ近くに鉛を持ってきてあるので重心が下に行く分当たりが早く出ます。こういうふうに出ます。で、ここに螺旋をつけてあります。ここに蒔絵のぬかを握りつければ針のすぐ上からコロ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 餌が落ちていくという寸法です。